ツーブロック集めの自宅で、自分で各種療法なんですが、僕のようにですね鉢が張っている方っていうのはこの鉢のラインを、取ることによって、バランスが整います。そこで今回使用しているのがフェアリーシザーの T2 セニングという 10% 以下のセニングになります。でこの鉢のところを、直接ハサミでですね、切ることによって、鉢が抑えることができます。でポイントとしては、長い方から短くしたい方にカットしていくような感じですね。刈り上げを本来下から刈り上げってするんですけれども、短い方から長い方にしていくんですが、自分でやる場合はですねそうすると穴が開きやすいので、長い方から短くしたい方に滑らしていった方がいいです。はい、これは反対側のですね、長い方から長くしたい方から前に向かっていって、短くしていきます。でハサミはあんまり頭皮につけるというよりはちょっと浮かしてるような感じです。髪の毛の上を滑るような感じでやってます。はい、ネープですね。ネープも同様に上から下に向かって刈り上げていくような感じです。これは持ち上げてしまうと一番下が長くなってしまったりするんで上からやった方が自然になります。ただ一個気をつけてほしいのはセニングがすきばさみですね、こちらの方がやっぱりパーセンテージが低いものじゃないと穴がもうバツバツ開いてしまうのでそこだけは気をつけてください。そこは自己管理でお願いします。はい、このセニングはまあちょっと特別な部分もあるので、ちょっと削ぎが少ないタイプになりますね。このように上から下に削いでいくことによって馴染みが良くなっていきます。自分でやる場合はこういう感じですね。自宅でやっていく場合はで襟足のところも、バリカンをね使うより、より滑らかに切ることができますのでそうしてます。はい、こちらラグンジャムっていうですねワックスジェルでしょうか、ベースはジェルだと思うんですけれどもサラサラしてる感じですごく使いやすいので、ぜひ皆さん使ってみてください。以上です。